皆さんこんにちは。こんにちは。合唱団名をお知らせください。コーラスブラウバルトです。ブラウバルトとはどんな意味ですか？ドイツ語で青い森という意味です。青森県のコーラスグループです。今回は金沢での全国大会以来3回目の出場です。今年の全国大会の開催地はどこですか？念願の札幌です。それはとっても楽しみですね。何を一番楽しみにしていますか？やっぱり札幌といえば美味しいものをいただけることですね。私はイクラが大好き。カニもエビも鮭もアスパラガス、トウモロコシも大好き。私はジンギスカン、それと味噌ラーメン。私はやっぱり札幌ビール。皆さんは何の大会に出るんですか？全日本お母さんコーラス全国大会です。まず美味しいものは置いといて、全国大会の意気込みをお知らせください。今回は中西先生の小鳥の歌と三好先生のマデメラを歌います。ピアニストの竹内直美先生と一緒に15人心を込めて歌いたいと思います。それでは最後に全国の皆さんへメッセージをどうぞ。ブラウバルト15名、女性合唱とピアノの素晴らしさをお届けします。全国の皆さん、ブラウバルトの歌声を楽しみにしていてくださいね。わー